沖縄県糸満市出身のプロ野球選手、う藤右みち。国の字は、旧字体であるが、メディアによって、宮区に向く進むの表記も見られる。石川県金沢市生まれ、兄の影響で、小学1年生で野球を始める。高根中学校時代は、軟式野球部に所属。糸満高校では、沖縄県1年生大会決勝で、江南高校に投げ勝ち。 7年ぶりの優勝に貢献。2年春からエースとして活躍し、3年夏には県大会決勝に進むも、島袋へを進むを要する江南高校に敗れた。2010年10月28日のプロ野球ドラフト会議にて、読売ジャイアンツから二位指名を受け入団した。背番号はかつて江川卓が使用していた30となった。2011年は、 イースタンリーグで4試合に登板し、19イニングを投げて、自責点0だった。シーズン後は、宮崎周期キャンプに参加し、川口和久投手総合コーチから高評価を得た。サインに応じる、旧国2012年は、春季キャンプから1軍に帯同。3月25日に行われた、オークランドアスレチックスとの親善試合では先発して5回、9奪三振1失点で、 開幕ローテーション入り、4月8日の阪神タイガーアース戦で1、軍公式戦初登板。先発して7回を1失点に抑え、巨人では、牧原博美以来29年ぶりとなる10代での、初登板初勝利を挙げた。5月1日の広島東洋カープ戦では、プロ初関東、初完封勝利を記録。高卒2年目での完封は、巨人では、桑田雅美以来となった。 しかし、5月16日のオリックスバーファローズ戦で、右肩に違和感を覚え、翌日に登録抹消。2軍での調整を経て7月15日に1軍復帰。8月5日の横浜 DNA ベイスターズ戦で3ヶ月ぶりの勝利を挙げると、レギュラーシーズン終了まで先発ローテーションの一角を担った。ポストシーズンは2試合に登板し、 中日ドラゴンズとの CS ファイナルステージ第3戦に先発して5回3失点。北海道日本ハムファイターズとの日本シリーズでは第4戦に先発し7回3アンダム失点。いずれも勝敗はつかなかった。アジアシリーズでは決勝のラミー5戦に先発。6回1失点で勝利投手となった。 2013年は WBC に出場した AS 宇海哲也の代役として開幕投手を務めた。20歳での開幕投手は1988年の桑田雅美以来だったが7回途中3失点で勝ち星はつかず。7月25日の広島戦で2回途中8失点でノックアウトされるなどシーズンを通じてスランプに陥り。 このシーズンは3度の2軍降格を命じられた。10月3日に右肩内側2が判明し、ポストシーズンの出場が絶望的となった。CS には出場せず、日本シリーズの40人枠からも外れた。2014年はオープン戦から不調が続き、開幕一軍から外れる。 4月と8月に一度ずついずれも横浜 DNA ベイスターズ戦に先発するも2試合とも4回、持たず、越され、2軍に降格した。10月6日、広島戦で先発し7回1失点と好投。前田健太に投げ勝ちチームの最終戦でようやく、初白星を挙げた。2015年は、先発から中継ぎに転向し、新人の戸根千あと共に、 主に点差のついた試合やスコットマシソン、山口哲也につなげる役割を果たし中継ぎの一角として活躍。39試合に登板した。2016年も中継ぎとして34試合に登板し、4勝1敗、6ホールドを挙げた。2017年は開幕を二軍で、3年ぶりに先発に復帰したものの6月までに0、勝7敗。 チームでは2005年の桑田ーダ・マスミ以来となる7、連敗を喫した。2018年は中継ぎとして29試合に、登板し、4ホールドだった。2019年もすべて中継ぎで28試合に、登板、オフに、背番ン号を58に変更した。2020年は21試合登板、0勝0敗、防御率5.33だった。 10月5日の阪神戦に登板するも、右肩痛を訴え、右肩のコンディション不良で翌6日に登録抹消された。その後、リハビリを重ねキャッチボールを再開していたが、11月11日に球団から来季の構想外であることを告げられ、12月2日に自由契約工事、12月7日に12球団合同トライアウトに参加。 シート打撃で小山翔平を2日に抑え、吉川大地下からこの日最速の時速 140km の直球で三振を奪うも、堀内すぐるもんには安打を許した。トライアウトの結果をもっての NPB 球団からのオファーはなかったが、現役続行を目指して渋谷区内の公園で練習したり、年末年始に故郷の沖縄で兄を相手にブルペン投球したりなど、 トレーニングに取り組む。2021年1月には、元同僚の内海哲也らの自主トレーニングに同行し、同月後半からは、内海の元専属トレーナー、安田隆と二人きりでのトレーニングを継続。2月からは、神奈川県内で安田と共に、自主キャンプを開始し、視察に訪れた巨人の元投資コーチ、小谷正勝からアドバイスを受けるなどしていた。嗅国が、 自主トレーニングを継続している中で、2020年末から横浜 DNA ベイスターズの球団スカウトは、球国に注目しており、状態が上がってきたとの情報から、2021年3月上旬に DNA は、球国を横須賀の2軍施設に招く。メディカルチェックなどで問題がなかったことから獲得が決まり、15日、DNA と育成選手契約を結んだ。 背番号は106。なお、コロナ禍でのビザ申請凍結の影響で DNA 所属の外国人選手の来日が遅れていることが DNA の休国獲得に影響したと各スポーツ紙で取り上げられたが、球団代表の三原和ズは苦しい状況ではありますけど、外国人の状況があったから休国さんを取ったわけではない。チーム事情とは違うと報道を否定している。 2011年ワインドアップから長身を生かして投げる、スリークォーターから繰り出すナチュラルに変化する、最速時速150キロメートルのストレートに加え、スライダー、スローカーブ、ホークボールが持ち玉。加えて2012年シーズン中にツーシームを習得した。打たせて取る投球スタイル。高校時代から、肘のシナリや低めへの請求力に定評があり、牽制、クイック。 フィールディングなど、マウンドばきも巧み首脳陣からの評価も高く、将来のエース候補と期待されていた。マウンドでは堂々とした投球を見せる一方で、インタビューや囲み取材は苦手とするなどシャイない一面がある。以前は変色家で、野菜や果物はほとんど食べなかったが、急速アップを目指して2012年から、食生活の改善に取り組んでいる。 当手記録打撃記録、ありがとうございます。